マガタマ。マガタマというのは、私たちは日本には知ってます。三種の神器です。一つは今言ったマガタマ。次は、草薙の剣。刀ですね。そしてもう一つは、鏡。で、一般には、マガタマは、天皇が移動なさるとき、後ろに黒い風呂敷に包んで侍従がついてきてます。よく注意してみてください。その中に勾玉が入っていると言われているんです。天皇の印です、勾玉。僕はここに勾玉を持っておりますが、これはもちろん本物じゃないですね。だけどこの勾玉の石は、皆さんそこから見られても綺麗でしょうが、あるいはこれを写真に撮ったのはこの三平の写真なんですけども、これは糸魚川の翡翠です。糸魚川の翡翠、昔から古代ユダヤ人がこよなく愛したんですね。糸魚川の翡翠。もう一つ翡翠が取れるところはどこだと言ったら、ビルマ、今のミャンマーですね。あそこから翡翠が取れますが、日本の糸魚川の翡翠はすごいですね。今はもう取れません。どうして？天然記念物だから。あの川のところのやつは見れない、取れない。ほんでお前これ何持ってんのや言うたら、もう天然記念物になる前に糸魚川がダーッとこの前の洪水のような洪水で潰れて流れてしまった。それを今海の中から集めてる。おそらく翡翠だと思います。そして勾玉というのは、今天皇が持っているだけではなくて、古墳というとこありますね。古墳、昔の天皇の墓でしょ、あるいは豪族の墓。その中から、いや、それが何十万あるんです、古墳というのは。でそれがほとんど勾玉が出る。面白いのは古代ユダヤっていうことを言ってますが、勾玉のこの形は神への信頼という意味です。ヘブライ語、古代ユダヤの言葉、ヘブライ語の頭文字なんです。神への信頼、それがこの形です。だから生きるにおいても、戦いに行くにおいても、死ぬにおいても自分の胸の中に置いてたんですね。だからどこの古墳でも出てくる。なんやこんなぐらいなんぼでも作れるやないかと思うのは、今の機械で作れるからね。いわゆる削れる。今から何千年も前にこれ作るってことは大変ですよ。一つ作るのに何ヶ月もかかったと思います。そして一番大変だったのは穴を開けることでした。だから勾玉が出るっていうことは非常に高貴な人で、それが古代ユダヤの言葉、ヘブライ語の神への信頼っていう言葉は面白いですね。次は剣と言いました。ね、八幡の剣、これは名古屋の熱田神宮のところにある。もう一つ鏡、伊勢神宮の中にあるんじゃないかと言われておりますが、これが三種の神器。面白いのは、昔ユダヤも三種の神器があった。一つはマナという食べ物を入れた壺と、マナ、刀に象徴されるかのごとくに杖、アロンの杖。三番目、板。字間違えました。板、二枚の石板、鏡のようですね。伊勢神宮のこの鏡の裏は聖堂ですが、その鏡の裏はヘブライ語で書いてある。我ありてあるもの、神よ、あなたの名は何ですかとモーセが言ったときに、私はありてあるものである、常にある、時間を超え空間を超えてある。英語で言えば I am。 それがヘブライ語で書いてある。日本の三種の神器とこっちですね、ユダヤの三種の神器は非常によく似てる。まだいつか詳しくお話申し上げますが、日本の神輿、わっしょいわっしょいわっしょい、どういう意味ですか？わかりません。日本人はあげろという意味です。ヘブライ語です。
ユダヤ人が来てますよ、たくさん。あげろ。まだいつかその資料をお渡しいたしましょうが、そのユダヤの神殿の一番奥のところにユダヤの三種の神器、ちょうど神輿と同じ形をした契約の箱と言われるものの中に、さっきのユダヤの三種の神器が入ったんです。日本も三種の神器、誰も見せてくれません。伊勢神宮の遷宮とありますけども、今度10月3日ですかね。ほんでみんな内宮やとか外宮とか行くわけですけども、350ぐらい社がある、知ってますか。それ全部入れ替えるんですよ、糸一本まで。何なのこれは。そしてもっと不思議と思うのは神官です。神に仕える人たちは特別な服を着てる、特別な靴を履いてる。そしてあなたは私と話もしてくれません。何百人もおる。この人たち一体何、ものすごい俗な言い方したら月給はどうなってんの、家計はどうなってんの。だから違う世界があるわけよ。皆さん伊勢神宮行くけど、伊勢神宮行ってきないけど、伊勢神宮の中身は見えません。内宮、これは天照大神、下宮は豊受大神。これはどこから出発したのか、奈良から出発してるんですね、下宮は。骨からずっと近畿地方を回って回って回って今の下宮に来るわけです。だけど内宮と下宮は一つにならない、下宮と内宮は一つにならない。興味ありますね。また伊勢神宮についてはお話しなくてならない時あるでしょうけれども、そういう意味でこの3番左の写真、三瓶の左の写真、マガトマです。神への信頼、古い古墳から必ず出る。僕ある人に、本物の古墳から出てきたマガトマを探してくれませんか。そしてできたら買わせてくださいって言った。売ってませんね、本物は絶対。今言ったようにこれはミニチュアですね。これはさっき言った翡翠、これは赤目の。僕はこういう勾玉を、いろんな種類の勾玉を持ってる。寝るときは右の手と左の手を握りながら寝てる。何か調べ物するときでも左手の手に持ってる。人間の左手っていうのはね、パワーが入ってくるんです。前にお話したことがありますけれども、雷で打たれるときは必ず左から雷をしておくでしょ。だからこの宇宙の、あるいはこの世界の素晴らしいパワーは左から入ってくる。だからこういう意志がそれを受けて僕に伝えてくれるのかも分かりませんね。だから僕は勾玉に非常に興味がある。これはまあ一つの例でしょ。